プロサッカー選手で FC 町田ゼルビアに所属しているミキカイです。東京ヴェルディの梶川亮太さんからバトンリレーを受け取りました。私は明日パートナーズの活動を応援しています。明日パートナーズは障害者の方がいるご家族のための親泣き後相談室です。恥ずかしながら、全く知りませんでした。少しでも多くの方に知っていただけるように、僕からも SNS などを通じて、たくさん発信していきたいなと思います。ミキ選手もいろいろなチームを経験していますが、おすすめの場所があったら教えてください。僕がおすすめするのは山形です。山形は各市町村に温泉があって、季節ごとに、本当に美味しいフルーツが食べられます。あと、どこに行っても美味しいご飯があって本当に素晴らしいところだなと感じました。次は名古屋グランパスの下部組織の大先輩でもある、栃木 SC 所属の磯村亮太選手にバトンリレーを回したいと思います。今年はワールドカップがあり、昨年より、タイトなスケジュールになると思います。そこで磯村選手のリフレッシュ方法だったり、コンディションを維持するためのケア方法を教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。